はい、今回はカセットビジョンジュニアですね。ジュニア、なかなかレトロなハードですけども、カセットビジョンの廉価版になります。ジュニア、スーファミジュニア以外にもジュニアハードがあったんですね。なんと5000円です。 AC アダプター込みで5000円というのは破格値、カセット交換式の据え置き機ハードでは最安値になりますね。ゲーセンの興奮がここにと書いてありますが、ゲーセンってこんな感じでしたっけ？カセットビジョンの設計担当は NEC のようですね。さあ、パッケージはこんな感じですが、なんでしょうね、裏側にはもうソフトの紹介がバーンと載っちゃってます。予作、カセットビジョンを代表するタイトルですね。あとはギャラクシアン、バトルベーダー、これはアストロコマンド、シューティングですね、モンスターマンション、そしてパクパクモンスターですね。では本体です。極めてシンプルな作りになってますね。先代のカセットビジョンに搭載されていたボリュームつまみが、ボリュームコントローラーかな、なくなっちゃってます。この辺にスタートセレクト、電源があります。このレバーは左右ですが、場合によってキャラクターが確か上下に動きました。ここがカートリッジスロット、ソフトを挿す場所ですね。はぁと思った人いるかもしれませんが、コントローラーが本体にくっついちゃってます。こいつがですね、RF 出力になります。で、もう一つの穴が AC アダプターの挿すところですね。その他特に拡張するための端子とかはありませんね。で、裏側ですけども、ゴム足が4つあることと、ここにね、ちょっとした型番とかが書いてあります。で、RF やる場合によくついていますけども、1チャンネルと2チャンネルをここでセレクトしますけども、裏側についてるんですね。しょっちゅう変えるものではないので、ここにあってもいいのかなと思います。本体の重さ、軽いです。非常に軽い、ベリーライト。ではですね、次 RF スイッチというやつですけども、通常のね、テレビのチャンネルに割り込んでいくわけですので、このようなスイッチがあります。当時はですね、 AV 入力なんていうものはありませんでしたので、テレビはあくまでもテレビというものでした。そのチャンネルの一部に割り込んでいくという方式ですので、このような、なんて言うんでしょう分岐するものがついています。今ではね、なかなか考えられないような感じですけども、で、必要に応じてこのようにアンテナコネクターというものをつけなきゃいけなくなります。それは自分のね、自分の家のテレビがどういう形になってるか裏を見て判断するわけなんですが、大抵はこのようにね、アンテナコネクタをつけたような気がしますけども、場合によってそのまま先ほどのこのね、二股に分かれてるやつを直接テレビに挿すこともありました。規格というのか、なんていうのか、バラバラですね。なのでいろんなパーツが入ってましたけども、で、定番の AC アダプターです。こいつがですね、なかなかもう古いので結構傷んじゃってて、代わりの AC アダプターもなかなか見つからないんですが、 6V300mAというものです。センターマイナスですかね。プラグですね。この直径とかも大切なんですけども、なかなかですね、代わりの品物が見つかりません。探したんですけどね、せっかくなんで
直径を測ってみましたが 5.5 ミリですね、ミリ。では AC アダプターを本体に挿します。この辺は今も昔も変わりませんね。準備 OK でしょうか。コントローラーが本体についてます。その前にカセットですね、カセットの紹介といったところで、カセットテープの名残なんでしょうかね、このようにプラスチックのケースに入ってます。角もですね、結構とんがってますので痛いですそんなとこはどうでもいいのかもしれませんが、まあゲームの詳しい内容がちょっと書いてありますけども、こいつがカセットですね。ファミコンに見慣れていると分厚いですね、分厚いと思います。でここにもう操作方法が書いてあります。そのゲームのイラストが書いてあるわけではなくて、そのゲームの操作方法が書いてあります。この辺もなんかね、今とはちょっと違いますよね。でカセットの何でしょう、パッケージになっていたと思うんですけども、そいつと同時に取扱説明書というか操作説明書になってます。この辺も何でしょう、カセットのカセットテープの流れがありますね。まあこの時代はまあとりあえず敵を倒して得点が一番高いやつが勝ちというシンプルなゲームでしたけども、まあこんな感じでパッケージイラスト兼説明書になっています。先ほどのバトルベイダーを試してみたいと思いますけども、さあカセットを挿す感じはまあファミコンと変わりませんね。電源を入れるとすぐに起動するのがいいですね。さあスタートです。左右のレバーで動かしてですね、何でしょう、ボタンに名前がついてないので言いづらいんですが、一番下のボタンを押すとですね、弾が出ます。このインベーダーやっつけられませんね。敵が後ろに下がるだけだぞと。見にくいかもしれませんが色がついています。ちょっとカメラの関係上白くなってますけども、 UFO 逃げられた UFO。 つかこのインベーダー硬い、死なないのか。あ、消えた、消えました。あ、分かった、これは敵をどん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 撃って後ろの方に追いやっちゃうんですね。ある程度撃つと消えると。お、消えました。なるほど、インベーダーとはちょっと違う。さあ UFO、 逃げられた。さあ敵はあと5機です。4機。さあ激しい攻撃が、えい、危ない、やられちゃうぞ、近いぞ。すぐに吹き、やばい、立て続けにやられてしまいましたけども、ちょっとやばいか。早いところ残り敵4機ですので、あ、3機になった。ん、インベーダー少し早くなったかな。おっと危ない、早いぞ。おお危ない、やった。あ、 UFO なんか動きが不足。おお、行きました。シンプルがゆえに熱くなるといったところでしょうかね。まあこのカセットビジョンはですね、第2世代末お機器になりますので、まあ性能的にはかなりきついものがあるのかもしれません。解像度、色数、ご覧のような感じになっていますけども、この1983年からはですね、第3世代末お機器が続々と登場してくるわけです。次回はですね、ちょっとファミコンとの比較をしてみたいなと思います。ではまた。